鈴木大明鈴木大明から1907年2月1日は日本の政治家の商務官僚。貴族院議員、幹線県知事、近景間志向、男爵、陽明特警。孫娘は海軍少将統合身に嫁いだ。道の区国東南軍中曽根村で仙台藩士、鈴木雄三郎の長男として生まれる。文久3年。 江戸で江川塾において、法術を学び、黒田清高と知り合う。母親戦争に従軍した。明治4年11月、黒田清高の推薦で開拓士十二党出資となる。以後、開拓少佐官、同佐官、同県大佐官、同大,大佐官、開拓県少書機関、同県大書機関などを歴任。1882年2月、開拓使が廃止され、農商務省に移り、 大書期間に就任。以後、県大倉大書期間、北海道調理事官、農商務省水産局長などを務めた。1890年3月、秋田県知事に就任。1892年3月、石川県知事に転じた。1893年4月、停震時間に就任。1895年10月、日清戦争の後により、助釈し断釈となる。 1897年12月から鉄道局長を兼務し、1898年1月に停止時間を辞した。同年同月、貴族院直線議員に任じられ死去するまで在任。同年2月14日、金警官司校を仰せつけられた。ありがとうございます。